いてごめんなさい。弱音を吐いた少女、村の人とは違う。白い髪、森の奥の千年樹、彼女はひざまずいて、友達が欲しい。Thank you.
には綺麗な次胸には深く刺さったナイフ銀の髪の刺客はいずこかへと立ち去り悪意の真実は闇の中透き通った白い髪不器用な笑顔どうかどうか生きていて生き続けてもしもあなたに会えたら伝えたいことがあったのもしも生まれ変われるならば生まれ変われるのなら